轟くんも飯田くんの機動力、僕は緑役。行くぞ轟くん。レベルの違いを教えてやる。準備はできている。レディークラッシュ。袖を熱だ。挽回、押し込む、かぶる。レベルの違いを教えてやる。準備はできている。レディークラッシュ。レースにしたまん。熱だけ無理だ。挽回、根こそぎ。はあ、とっておきの裏技だ。失礼する。俺だったら回るぞ。開いて挽回、根こそぎ。熱が挽回、燃やし尽くす。最大出力だ。どっか行きたい。挽回、俺の力に。挽回、開いて。熱が挽回、燃やし尽くす。突撃だ。熱が挽回、焼け焦げろ。挽回、動きを止める。見返す。ウルトラ。期待に応えるか。アメージング。ニューストーリーズ。範囲攻撃ばかり警戒。自慢の。それにしても轟くん、これで轟く。遊泳体育祭、オフライストーリそしてもう一つの準決勝、かっちゃんと徳闇くんの試合。徳闇くんと騎馬戦で組んだ時に聞いた話を考えると、ここまで攻防ともに強力な個性で相手を寄せ付けなかった徳闇くん、ヒーローになってもヴィランとの相性問題はついて回る。そこをどう切り抜けるかが重要だ。そして本人はダークシャドウ、ブックシュラ。半端な結果はいらねえ。漆黒の闇に染まる。レディークラッシュ。シュッと信頼来い。やめんな。くっくっくっ反転。くっ、打ち込む。動いてんじゃねえ。俺のだよ。動いてんじゃねえ。反転、ね、しとめろ。一撃にやることは変わんねえ。圧倒的だ。反転、動いてんじゃねえ。反転、動いてんじゃねえ。反転、
くんだ。反転、攻め寄せろ。動いてんじゃねえ。はいよ、やろう。よせ俺のだ。やんな、やることは変わんねえ。認めろ。動いてんじゃねえ。おい、没個性どもが。まい、徳闇くんもいくら相性がいいとはいえ、こうして UA 体育祭決勝戦、レッツストーリー。いよいよ決勝戦、トドロキ君とカッちゃんの試合だ。ここまで勝ち上がった2人、最後までどちらが勝つのか予想がつかなかった。まずカッちゃん、そしてトドロキ君、氷結だけでも攻撃と防御に隙がない。その上左の炎熱まで使えば攻撃のパターンは計り知れない。ナミプ野郎は死ね。悪いが負けねえ。レディナミプ野郎は死ね。レディークラッシュ。反撃は与えねえ。だったら、燃
やし尽くす。俺を無視すんな。認めろ。だったらリングアウト。ウィー、うだうだ野郎が。おいてめ、隠してこと堂々の1位はカッチャ。こうやって冷静に分析し、オールマイトから受け継いだ。ここから。すみません。これはいつかのある日。レッツストーリー。レッツストーリこれは過去か未来かどこかで行われたかもしれない話。生徒とガチ戦。さあ、集大成ってやつさ、見せてこい。私たちが行く。全力で乗り越えろ、少年。強敵だ。うるせえ。ま、行こう。さらに向こう。半端な結果はいらねえ。私が来た。レディークラッシュ。譲れないな。言うなよ。いいね。
ってってよそ見かい。ビビってんじゃねえ。
かせぞ。置いてんじゃねえ。いいね。ほら。全然。なめんな。ほら。今け。なめんな。やることは変わんねえ。くたばれ。飛んでんじゃねえ。叩くな。いいね。叩くな。